月のセブンスアニバーサリー1日限定プレッシャー放題。めっちゃいい声でやってみました。マウイだからね。はい。オガミさんがやってるらしいですね、日本語の声は。うん。なんかの番組でめっちゃ自慢してましたけど。うん、でっていう話でしたね。あ、こんなこと言ったら失礼か。はい。で、さっきのクララベル、さっきじゃねえ、昨日か。もうごめんなさいね、プレイしてるのも同日なんでね、さっき言っちゃったんですけど、クララベルカウは今年のエトツムだという情報をね、入手しましてですね、そう言われてみればそりゃそうかって、牛さんも王の年だもんね。うん。ということなんで、さあ、このキャラは一体、僕ね、へえ、なるほどね。ベロニカは二度死ぬって感じですね。うん。知ってますか？何か知ってますか？何か知ってますか？いい年ですね。ね、まあ、今年のツムツムだから、ミッキー&フレンズだけど、ハピネスツムではないという情報でしたんで、誤った情報をお伝えしました。大変失礼をいたしました。はい、ということなので、2回飛んでみました。マウイね。マウイさんね。ドウェイン・ジョンソンでしたっけ？英語版を歌ってるの。筋肉ムッキムキのワイルドスピードに出てくる人ね。うん。あの人もね、英語バージョンで歌聞いてたら、あ、こんなに上手なお方なんだ、と思って結構意外性を感じたところだったんですけどね。マウイさん、これなかなかあれだよね。見た目危ないよね。フック引っ掛けて、んでまた、飛んでいくっていう、ふい。え？あ、どうも、ありがとうございます。何か、え？あ、そういうパターンもあるのね。くる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 。これめっちゃツムすぐたまんじゃん。なるほど。じゃあ、これもあれだね。マイツムやりたいとき、わー、飛んでいく。マイツムやりたいときは、もしかしたら、うまく使えば、いけるかもしれないっていう感じですね。ふい、ということで。一応ラストボーナスも貯めて終了しました。マウイさんですね。ツムツムするとマウイとモアナのキャラの区別がそんなにつきにくいっていうね。レベルも上がりました。解除でさらにレベルアップということで、まあ、解除した状態で次に進んでいきたいと思います。ということで、あと4回スキル使ったらミッションもクリアということで、23分余裕ですね。ということで、次回もお会いしましょう。お疲れでした。バイバイ。